どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。北海道限定のご当地妖怪マスコットバージョン全19種ゲットしました。今回ランキング形式で1個ずつ紹介していきます。僕の独断と偏見です。19位はクラクゾダニャン、ボーイズビーアンビシャスの第2次話には載ってます。次話にあんまりコート似合ってなかったので最下位になりました。裏はこんな感じです。18位はマリモダニャン、ジバニャンマリモかぶってなんか雷様みたいになってます。裏はこんな感じです。17位はラベンダーダニャン、北海道はラベンダー有名ですよね。ビッグサイズのラベンダージバニャン持ってます。煮付けもラベンダーカラー。16位は牧場ダニャン、ジバニャン頭大きすぎて帽子がちょこんって乗ってる感じが可愛いですね。煮付けは牧場カラー。15位はサラブレッドダニャン、このサイズ感サラブレッドというかポニーのサイズですね。ちゃんと帽子もかぶってます。でマスコットバージョン根付けが多いんですがキーホルダーもあります。14位は北の大地ダニャン、ジバニャン鉢巻きと8匹来てます。なぜかワンコと一緒。13位は白クマダニャン、ここから動物シリーズ続きます。台座は氷ですね。氷の上にジバニャンとシロクマ乗ってます。12位は雪ウサギダニャン、雪ウサギかわいい。これよく見るとジバニャン雪ウサギに手を添えてますね。でこの台座なんですけど雪の結晶の形になってます。で裏には北海道って書かれてます。11位はアザラシダニャン、アザラシかわいい。ジバニャンは相変わらず同じ顔ですね。これもアザラシに手を添えてます。10位はキタキツネダニャン、このジバニャンなぜか後ろにのけぞってます。キツネの尻尾のところにこれは北海道って書かれてます。9位はエゾリスダニャン、これ可愛いですね。ジバニャンくるみ持ってて頭の上にエゾリス乗ってます。でジバニャン木の枝に座ってますね。8位は木彫りクマダニャン、これ以前レビューしましたね。根付けとあとこのキーホルダーのバージョンあります。7位は北海道地図ダニャン、北海道の地図にロデオみたいに載ってる感じが結構好きです。6位は時計台ダニャン、マスコット結構小さいんですけどほんとよくできてます。進撃のジバニャンって感じ。裏はこんな感じです。5位はカウベルダニャン、いつもつけてる鈴の代わりにカウベルつけてます。で牛の帽子かぶってます。にょえー、イヤホンジャックもついてるんで携帯にも取り付けできます。ジバニャン牛乳入れる容器に完全にインしてますね。4位はスキージャンプダニャン、なんか似合ってますね。前傾姿勢になってるんでなんか飛んでる感じ出てます。3位は幸福駅ダニャン、手前にあるのは愛国から幸福行きの切符ですね。ジバニャン車掌さんの格好に合ってる。で目がハートになってるのはマスコットバージョンでは珍しいですね。2位はクリオネダニャン、これかわいいです。クリオネクリアになっててあとハートマークもついてますね。でクリオネに北海道ってプリントされてます。ジバニャンのこのポーズもかわいいです。1位はマリモビンダニャン、これも以前レビューしたんですがこのマリモビンから顔出してる感じがすごい可愛いです。ご当地妖怪のマスコットは風景と食べ物まだないですね。今後出るんでしょうか。以上今回はご当地妖怪マスコットバージョンの紹介でした。チャンネル登録お願いします。